ー選手のソードセレブレーションを盛り上げる新作アイテム、バワーソードなど新発売。バワースワードきたー。いやマジで商品にすんのか。ヒカルの股間の位置やないかこれ。こうなったらバワーには、バワーソードを作ってみることにしたって言って素材から包丁で作ってみてほしい。意味不明。いっそ東証にガチで作ってもらって、バワー使用済み日本刀をファンクラブ限定で売り出してほしい。でも肝心のバワーがあんまソードやんないんだよね。2回くらいしか見たことないかも。やる時決まってないから割と見逃してる人多いよな。どっかの誰かさんが難癖つけそう。例のあの人、また公式にリプするのかな。アホチン、山崎康明どうすんのこれ。ノーリスペクト。ノーリスペクト商品じゃん。アホチン激おこだろ。バワーがアホチン切ってソードセレブレーションしてる T シャツはよ。ラストサムライみたいにさ、サムライの格好してほしいね。めっちゃ映えそう。カメラに出てきた議論みたい。野球以外は熱心な球団。こちらはプロ野球チャンネルです。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価でやる気が上がります。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。